一回やめるわ、ここ取るなってことかな。まずさっきの拍手が裏拍手だったら、ちょっとこれが、メンバーシップに行くのか分からんけど、踏切こっちね、踏切から、ここから下降りるとこやねんけど、踏切もちょっと青いライトが消えてて、ライト自体が消えててめっちゃ怖いねんけど、先の撮影の後ちょっと忘れてて、4つ目の地蔵が近くにあるということで、こっちちょっと行きたいと思います。こっちで行く端末もやったり、なんかそういう音が紛れそうなぐらい今雰囲気が歪んでる。長時間おったらあかん気がするな、特に一人では。ちょっとね、住宅街だから、できるだけライトを使わずに、行きたいと思います。忘れてて、すぐ近くにもう一個あるって言って、松本に前、結構前に教えてもらって、独り言の撮影終わった後ぐらい、もう奥なんかあんな、これめちゃこっちね。ちょっと一旦自撮りするわ。多分あそこを曲がって、なんかここか。ちょっと全く他の情報がわからんから、ちょっと話すことがないから、そこまでカットするわ。公園になってて、ちょっとほんまに住宅街の中にある公園なんで、静かに行きます。そういうことかなのか。ちょっとこの四方に挟まれた踏切、それが三途の川踏切と。うわ、でかいな。失礼します。少しライト照らします。人の顔みたい。しっかり管理されてるというか、愛されてるような感じがします。失礼します。ありがとうございました。これは何のお地蔵さんなのかというのはちょっと書いてないね。いるけど、どうなんやろ。ちょっとこっからじゃ見えないんで、編集で。どうしたらいいです。
すごいね。でもちょっと回ってみようか。回ってみようかって言ったら、もう何があるか分からんからあれやけど。調べてたらほんまに事件があって、ここでここにトイレで遺体が捨てられてたと。ライト自体がついてない。あるわ。使ってる。何の音？使ってる。何の音？こっちでもなんか口笛とかやるか。まず取れてるかな、確認しよう。安心に切り替えます。じゃあ一回ちょっと口笛から行こうかな。もう19ヘルスは、そうや、言うの忘れてたな。19ヘルスもずっと流してんねん。言うの忘れてた。ということでちょっと口笛と高齢術をやっていきたいと思います。なんかさっきほんまに嫌な予感がするから、あの音とかついてきてる可能性あるし。行きたいと思います。人影がちらって見える。今日多分カメラ映らんからもうやるわ。なんかね、腰触られてるような気がしてる。え？腰触られてるような気がしてる。
頭から腰触られてる、触られたような気がする。結構吹いてんけど、空気がどんどん重なってきて、あの声みたいなのが聞こえんねん。ちょっと入ってるか分からんで、入ってたらテロペルトって結構声みたいなのが聞こえてて、変な音っていうか、で黒い影がシュッてなのも見えてるし、あのオープニングで言ってたちょっと自分がゲームの中におるような感覚、その意識となんかちょっと違う感覚が強くなってきてるんで、自分の感覚じゃない感覚になってんね今。たまーにあんねんけど、疲れてるからなのか分からんけど、なんかな、第三者的な自分自身と距離感があんのよ。一致してない感じ、自分の肉体に。分かる？なんかゲームでやってるような、ゲームの一人称をやってるような感覚。ちょっと裏拍手はここではやりたくないから、裏拍手はここであんまやりたくないから、子供の例ってことですよ、だるまさんが転んだをちょっとやろうかなと思います。あそこにおると想定して、俺がだからこっち向き、こう向いてあっちにこう向くって、とそれで行こうか。やっぱ震えてきた。お前あの変な感じになってきてる。カメラの前にこう、ちょうどこのカメラの前なんかな、ちょっとライトで分からへんけど、ちょっと真ん前に行きます。だるまさんが転んだ。いや、なになになに、転んだ。転んだ。いや、なになになに、拍手みたいな気分かったのか、パチンって2回ぐらい。え、誰かおる？もう一回ってみよう。だるまさんがゴル、え、ちょっと待って、だるまさんがゴル、え、ちょっと待って、え、誰かいます？
こそこ。後ろから聞こえたよな、はっきり。向こうから。ここからちょっと。めっちゃ心臓速い、ちょっと待って。だるま、ちょっと待って、ちょっと待って、誰、ちょっと待って、ちょっと待って、え、誰今の、だるま、ちょっと待って、ちょっと待って、誰、ちょっと待って、ちょっと待って、消えた、めっちゃ乗ってた、ちょっと待って、誰か隠れてる、ちょっと待って、誰もほら、ちょっと待って、こっちからめっちゃ拍手聞こえてんけど、至近距離で、パニックなりそう、人の足跡みたいなのあんねんけど、俺の足跡だよな、でかすぎる、俺の足跡だよな、でかすぎる、声が聞こえる、ちょっと待って、誰、ちょっと待って、何今の拍手、パチパチパチって、意図的に何か叩いてることやけど、たまにあるこれ、誰もおらんぞ、確実にだるまさんが転んだやったんな、今それに合わせとったよ、え、ちょっと待って、しまったあれ人立ってるはずだった、ちょっと待って、うわ倒れてる、またちょっと一回やめるわ、ここ来るなってことかな、もしさっきの拍手が裏拍手やったら、
自分の感覚じゃない感覚になってんの今。たまにあんねんけど、疲れてるからなのか分からんけど、なんかな、第三者的な自分自身と距離感があんのよ。一致してない感じ、自分の肉体に。調べてたらほんまに事件があって、ここでここのトイレで遺体が捨てられてたと。